35歳からのビムシム、ビムシムレッスン TV オンライン1000本達成特別企画、オートケドマスターへの道。ビムシムレッスン TV オンラインは、こちらの YouTube チャンネルでオートディスク製品のオートケドとレビットを中心に便利な使い方、パソコンのトラブルの解決方法などをお届けしています。ビムシムを使いこなすことに的を絞ると称し、11月12月は主にオートキャドですね、お話をしています。爪枠を差し替えと言われたんだけれど、効率のいい方法はないでしょうかというお問い合わせをいただきました。考えられるのはですね、爪枠を差し替えというときに、その前の段階ですね、外部参照を行っていただくっていうのも簡単な差し替え方法かと思います。また外部参照の中でですね、バインド等をしている場合には、それはもう外部参照ではなくてブロックに入ってますので、もし差し替える場合には消していただく、名前削除等でですね消していただいて、新規のものを入れていただくというところが必要となってくるかと思います。名前削除はどこですかという話が出てくるんですが、名前削除はですね、 A ボタンを押していただきまして、図面ユーティリティの中ですね、こちらの中に名前削除というのがございます。こちらを押していただいて、ブロック、必要なブロックですね、名前消せるものというところの選択の中にあるブロックを消していただくというところになります。ビムシムレッスン TV オンラインのお問い合わせは LINE でお受けしています。いかがでしたでしょうか。本日のビムシムレッスン TV オンラインはここまでとさせていただきます。また次回お会いできますことを楽しみにしております。スノータムでした。